はい、どうも。どうも。こんにちは。ひたらきめ実況部部長、ひたらでございます。さあ、というわけで、今回も、ラジオ格の動画です。ぜひ、お暇な時に聞いてください。どうも、ひたらです。はい、どうも、お疲れ様です。はい、ぜひ、初見さんは、チャンネル登録、お願いします。あと、動画の方も、高評価なんかも、お願いします。はい。すっごいスピーディーな挨拶でしょ。だから、こういう挨拶が大事なのかもしれないけど、まあ、今回はね、まあ、挨拶よりもちょっと大切な、ね、お話がありますから、ちょっと、短めに、はい、いたしました。スピーディーにね。はい。ということで。もう、皆さんも、なんとなくお分かりだとは思いますけれども、無事、私、ひたらきめ実況部、チャンネル登録者さんが、7000人以上の方に集まっていただくことができました。ありがとうございます。本当に、もう、これは、嬉しいです。本当に。マジでもう、今年ここまで来たよっていうような、もう本当にもう、やってやったぜ関東。本当にもう、嬉しいぜっていう、なんか二つの感情が特に強いですね。はい。ねえ、やっぱり、嬉しいですよ、そら。だって、今年はきついだろうなって思ってて、たところここまで、なんか昨日かな、昨日、突破というかもう行きましたから、いやー本当に嬉しいです。本当にありがとうございますね。もう、な3000人の時かなにも言ったんですけれど、本当に今年の目標が1000人だったので、実質7倍ですよ、今年の目標の。もうすごいですよ、これはもう。もう、今年の目標の7倍を達成するって、もうこれ、営業職だったら昇格確定ですよ。いやー、本当にもう嬉しいですよ。いや、もう、で、いろいろこう、やっぱり、調べてみたら、ツイッターの方でも言ったんですけれど、僕、今年の1月ですよ。だから2020年の1月の時には、僕はチャンネル登録者さんが、まあ、300人ちょっとだったんですよ。はい。で、そこから、さらに、1000人の方に集まっていただくのに、約5ヶ月ですかね。まあ、5ヶ月ちょっとかな。8月に、1000人の方に集まっていただくことができてるんです。もう、だから今年の目標なんだったらもう4ヶ月前に達成してるんですよ。もう、つい前に、つい、とうの昔に、みたいな、ぐらいには達成してるんですけれど、ね、そこからね、もう1000人達成したんだし、これ以上、ね、何かをこう、特別やるっていうわけでもないなぁし、ね、なんか、今までやってこなかったからなぁし、まあ、今まで通り、みんなとゲームやって、で、なんか切り抜いて、で、それで笑ってくれる人がいて、っていう風なのを、なんか、こう、ずっと回してってやっていって、言ってたら、何度も驚きですよ。もう今年ここまで来ちゃったよっていうような感じです。はい。で、そうですね。まあ、1000人の方集まっていただいたのが、まあ、8月で、で、そこから、3000人の方に集まっていただいたのが、だいたい11月ぐらいかな ?11 月ぐらいだったので、11月の頭か。11月の頭だったので、だいたい3、1ヶ月ぐらいかな、ぐらいかかってるんですよね。で、そっからまた、今日、この日ですよね。に、登録していただけたんですよ。さらに3000人以上の方に。いやなんだったら、言っちゃってるのが4000人の方に集まっていただけてるんですよ。この11月と12月の間に。本当に、これは、なんて言うんですかね。なんか、もう、嬉しいを通り越して、もう感動ですよ。なんか、マジで感涙しそうなレベルの嬉しさですよね。本当に。今日、この日を迎えられて、っていうのは、多分1月の頃の僕は想像もしてなかったと思うんですよ。多分1月の頃の僕が想像してたのは、今この時期にまあだいたい1000人ぐらいの方に集まっていただいて、でそれでやったねって喜んでる自分の姿だったと思うんですけれど、
それがね、8月に達成できて、でそこからさらに今今日この日にこの7000っていう数字を見ることができてるっていうのは、絶対想像してなかったし、絶対無理だと思ってたんですよ。せめて来年だろうというふうに思ってたぐらいですから、それがここまで来れたっていうのは僕はすごく本当に嬉しいです。ありがとうございます。これもまあ一概に本当にやっぱり、生配信やって遊びに来てくれる人がいて、でそこで盛り上がったシーンを切り抜いて出しとショート動画で出して、でそこでまた面白いです、楽しかったですっていう風に言ってくれる方たちがいて、で登録してくれる方がいて、で生配信の時もね、ちゃんと登録してくれてる方がいらっしゃると思うんですけれどもね、本当にありがとうございます。でそれをね、本当にもうずっともう繰り返し繰り返し往復して、もう今年はもうずっと頑張ってきましたけど、それが本当にいい方向に流れてくれたっていうのはすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。強いて言うならやるゲームちょっと増やしたぐらいだもんね。だって多分3月か2月ぐらいまで、あと本当にね、バトオペと外部じゃない、マキオンと、もしかしたらちょっとゴーストブツシマやったかなぐらいだと思うんですよね。で、ゴーストブツシマとちょっとだいぶマッチがしなくなっちゃったんで、ちょっと、なんかやる機会減らしてって、で、そっからさらに、ガンエボ、地球防衛軍、モダンウォーウェア、フォールガイズって、あとタイタンフォールかなって増やしてって、で、そっからさらに、いろんなね、方たちと繋がれたっていうのはすごくいい流れを持ってこれたなと本当に思っております。本当にありがとうございます。やっぱりね、本当に今年この数字もうにやけ顔が止まらなくてさ、もうニヤニヤしっぱなしよ。昨日の夜さ、パソコンつけて、仕事が帰ってきてね、パソコンつけて、さて何人だって見てみたらさ、やったーと思ってさ、そのまんま、多分15分ぐらいね、なんか、なんかね、魂抜けたなんか体みたいにね、ほげーってしててさ、やったーと思ってさ、もう嬉しすぎて、なんかね、気力が一気に取られてった感じなんですけど、はい、ほんとね、この数字を迎えられたっていうのはきっとすごいことなんだろうと僕は思うんですよ。ほんとにありがとうございます。だからね、まあこれからまあ来年はね、またどうなるかわかんないですけれども、もしかしたらまた、来年何かミラクルが起こるのかもしれないし、起こらないのかもしれないし、なんともわかんないですけれどもね、これからもね、ぜひ皆さんと一緒に、ゲームを楽しんでいければなと思っておりますのでね、ぜひこれからもひたらけぶ実況部をよろしくお願いいたします。本当にこのチャンネルがなくなるのは本当に僕の命が尽きる時だっていう風に覚悟を決めてるので、本当になんだったら本当にそのシワ、顔にシワができて年食ってでいよいよかっていう時ぐらいまで僕は続けていきたいなと思ってるんですよ。でまあね、今年だか去年だか、今年の2月か、僕は事故に一回会ってるんですよね。なんか覚えてる方いらっしゃいますか？そう、なんだったら今年の2月僕一回事故に遭ってるんですよ。まあ車同士のあれなんですけれど、軽くじゃねえな。入院したんだからな。バコーンって行かれて、うわーって なったんですけど、で、だからね、2月の、確か、後半ぐらいだったのかな？ 16 か8ぐらいだと思ったんですけど、そっからね、2、3週間ぐらい僕配信できなかったんですよ。はい。で、まあみんなに大変ご心配をおかけいたしまして、申し訳ございませんっていうような動画も出しまして、で、まあちょっと復活してきたから配信、
もうね、ちょっとずつ、また増やしてって、増やしてってってやって、で、まあね、まあ、リアルの仕事も復帰して、ね、まあ、いろいろやってはきましたけれど、本当、思い返すと今年結構いろいろあったなと、本当思います。いいことも悪いこともですけど、まあ、いいことっつったらやっぱり今このチャンネル登録者さんがね、今7050人以上の方に、はい、集まっていただいてますけれども、行ってるっていうことがまず一つ。で、もう一つが、あと、なんだろうな、嬉しかったこと。なんだろう。ないかもしれない。チャンネル登録者さんが増えてったことぐらいしか、俺今年の嬉しかったことないかもしれない。あとな、あ、忘れちゃいけない。プレイステーション5が当たってた。そうだそうだそうだ。忘れちゃいけない、この喜び。そうだよ、プレイステーション5が当たった。ね、それが2番目かな。で、3番目は、そうだな、なんだろうね。3番目。ココスの料理がうまかった。それくらいかな。かもしれない。はい。で、まあ、そうね。こう、まあ、思い出しなくないことっていうか、まあ、痛かったこと。今年の痛かったことに関しては、多分、2月の事故じゃないかなって思うんすけどね。どうだろう。なんか、あんまり、本当にね、その、吹っ飛び方がすごすぎて、事故の瞬間覚えてないんですよ。車運転して、なんか信号を渡ったっていうところまでは覚えてるんですよ。車でね。覚えてるんですけど、そっから先の記憶全くないんですよ。で、多分、どこから辿れますかって言ったら、信号を渡りました。そしたら、気づいたら救急車の中にいました、ぐらいで。多分ね、どっから記憶ないんですよね、俺。だから衝撃とかも覚えてないんですよ。まあ、ね、体良くなってから思ったのが、まあ、首やっちゃったんで、まあ、首痛えなと、あとは、頭なんか5針塗ったんだっけかな。まあ、5針塗って、いくらかその傷ついた部分、いくらか俺頭へこんだんすよね。で、なんか髪の毛切りに行ったら、産毛生えてるよって言われて、あ、そうなのなんて、話もしてたんですけど、ねえ。かなぁ。もう今年は本当にもう、ほとんどの時間をきっと、まあ、この配信と、まあ、切り抜きと、プライベートのゲームとに、はい、使ってたので、まあ、もちろんリアルの仕事もしてましたよ。ちゃんとしましたけど、でも多分それよりもね、多分配信時間の方が僕多いと思うんですよね。あ、でもそれは言い過ぎかなぁ。いや、でも、っていうぐらいに僕、まあそのお仕事減らして配信の方に、まあ力を入れていたので、もう多分って言っても過言ではないくらいの、はい、配信ペースだったんじゃないかななんて、はい、思ってるんですけれど、最近ごめんね、ちょっと忙しいんすよ。最近、前も言ったけどさ、俺接客業なんよ、サービス業なんよ、おかげさまで忙しいよ今。年末年始で冬休みだからさ、ごめんね、忙しいの。だからでしょ、あまりこうなかなか配信する時間がちょっと取れないのが申し訳ないですけど、まあ結構やってる方ではあるのかななんて思ったりもするんですが、はい、そうね、まあ本当ありがとうございます。皆さん、ぜひね、これからもよろしくお願いいたします。はい、そうね、まあまあなんか記念配信とかなんかやるんですかっていうような話、まあ多分また来るんだろうななんて思ったりもするんですけれど、まあぶっちゃけどうだろうね。なんともわかんねえなって感じなんですよね。やるかもしんないし、やらないかもしれないっていう感じですね。でも、ね、もう今年いっぱいでここまで来たんですから、やらないわけにもいかないよね。はい、ということで、はい、そうね、まあ、大体、まあ、あさって、しあさってぐらいには、今日何日だっけ？今日26か。だから、28、29で、何か、やれればなぁなんてのも、はい、思っております。まあだから、そうね、まあショート動画いっぱい出してるやつとか、あとは、そうね、まあゲームだったら、まああとは最近始めたやつとかも、まあゲーム全部ちょっと回んない人なかなか難しいかなっていうような感じなので、まあちょっと、ゲームは結構ちょっと選定させていただくんですけれども、
まあそうね、何かやれればななんてのは、はい、思っております。まあせっかくね7000人なん行ったんだし、7000人記念だべーっつって7000人記念だべー、バトオペ配信とかってやったらさそれなりに人来そうじゃんつうかみんな来てね記念配信だっつってんのに、みんな来なかったら俺泣くぜもうそれこそもう今日は終わりだっつって、もうその日もう布団も丸むくなって俺寝てるからな来てくんないとまあ多分、はい、みんなのことだから来てくれるんだろうと僕は信じておりますよ。はい、ぜひまた一緒に遊びましょう。はい、というわけで、まああまり長くなっちゃってもね、編集大変だからさはい、終わりたいと思います。本当に、今年今日この日まで皆さんありがとうございます。今年はもうあと言うて5日ですよ。もう31日まであと5日ですが、もう2022年もあと5日を、もう何だったカウントダウン始まりましたよ、始まりましたね、今年もあと5日ですが、今年も、今年いっぱいもよろしくお願いいたします。そしてまた来年2023年からも、ぜひこの人だけの実況部を、一緒に盛り上げていっていただければなと思います。はい。それじゃあ、終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。はい。またなんかあれば、こんなラジオ動画出すかもしれないです。はい。その時はお楽しみに。はい。それでは、ありがとうございます。皆さん。